はい、いいよ。出てやるの。うん、その下に置くのかな。うん、ここ。そうそうそう。これは？で、そのガソリンみたいなやつを。あ、その下に入れるんだ。下って言ってたよね。うん、炭の下に置いてください。違う違う違う。その黒い炭の下に置くのって。そう。そう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 。そうそうそう。で、これで。そのガソリン臭いやつを燃やす。もう茶色いのに火をつけるんだよ。もう一回。頑張れ。お、いいね。どう？いいんじゃない？ついたついた。ついた。いい感じ。いい感じだね。これでマシュマロ焼いてて。うん。うん、ね、私お腹空いたんだけど。お、すごい火の匂いがした。ね、じゃあこれからバーベキューします。はい、すごい、あ、すごい落ちないじゃん。あ、すごい気持ちいい。まあ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 花火するとしたらこの辺かな。手持ちだったらやっていいって書いてあった。すごい、ハンモック初めてなんかね、うん、やっぱりベッドの方がいいな。うん、そりゃそうでしょで、炭、うん、炭を、いいですね。並べてます。並べてますね。木ちゃんってさ、うん、木燃やしたんでしょ。うん、なんでもう一回燃やすの。ファイヤー、すごい燃えた。まあ、すごい。一瞬ですね。イケアの三段ラック。あ、気をつけて。お腹空いたよね。だよね。パパとひーちゃんはペコペコ。ママとリニアス。いつもそうなんだ。いつもそうだよね。食べましょう。いただきます。はい、硬い？硬そうだね。うんうんうん、おいしい。うん、油のとこ食べやるか。うんうん、おいしい。うんうんうん、やや、はーい、おいしい。焼きそば。焦げてるけど。焼きそばも食べましょう。ましょう。水つけちゃうよ。映えないけど焼きそばです。はい、焼きそばです。まあ我が家に映えは関係ないよね。味？アリミも食べてるよ。そう、アリミ取ったんだっけ。本当？美味しい？汗びっしょり。顔テカテカ。またプール入る。美味しい？でも味は美味しい？うん、良かったです。美味しいね。美味しい。ハンバーグ、ハンバーグ美味しい。ハンバーグ美味しい、うん、合う、うん、
いい感じ。くる。やばい、暑い。ミキってさ、頂上が一番暑いんでしょ？なんか焦げて。焦げた？どこも焦げてない。ちょっとさ、もっと割り箸しかなかったからね。ね、ちょっとピンク、ピンク、一応ピンク色付き。お、ピンク、ピンク、ピンク一応ピンク。これをなんかクラッカーみたいな、うん、クッキーみたいなので挟んで食べるんだよね。そうそう、美味しいらしいの。うん、なんかゆるキャンでさ、うん、その料理麺的なの、うん、焦げちゃった。くるくる回してさ、やった方がいいかな。全然焼けない。焼けてんのかな。熱い。挟むよ。あ、うんうん。あ、ビスケットに挟むのね。頑張れ。はい。うん、入ってた。3枚入りなんや。ね。私が使うのは2枚だ。そうだ。じゃあ。いけた。いい感じ、いい感じ。で、これを、うん、こうやって、ほら、挟んで、もう取って、よきよきよき。で、挟んで、完成！潰して、完成！おー、すごい。食べてみる？リミもやる？リミもやる？これ。もう一回開けないといけない。うん。もう取っていいよ。これで挟んで割り箸取って。取れない？じゃあそれ挟んで、どうぞ。じゃあ二人で一緒に食べよっか。うん。リミもちゃんと挟んだ？いけた？いいね。これ写真撮りたいね。写真撮る？いただきます。はい。お、いい音。ビスケットの。お、伸びてる。どう？おいしい。おいしい？甘い？甘くてふわふわとさ。うん。うん。ビスケットのサクサクかも。リミどう？おいしいね。おいしい？うん。よかった。しっちゃん、すごいことになってるけど、大丈夫そう？おー。おいしそう。めっちゃ伸びてるじゃん、マシュマロ。伸びる？うん。伸びるね、これ。伸びるね。こんな伸びるもんなんね、うん、マシュマロっけ。ほんとそれだね。うんうん。友達もやる？うんうん。おすすめ？うんうん。ひーちゃん、前の大好きだもんね。うん。大成功。イエイ。もうキラキラスパーがキラキラ好き。キラ線香花火。そう。はい、じゃあ時間がねないからやろう。どんどんやろう。どんどんやろう。先っぽ先っぽ。あ、来た。リミ、あれもらいな。え、めっちゃ煙。リミ。リミつけな、こうやって。そう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 。できる？そう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 。おお、いいね。花火って感じ。三本。おお、アメージング三本。基本花火は下向けるんですよ。ねえ、煙すごい。煙すごいね。これでも煙すごいやつ。でも花火ね、手持ちはやってオッケーということなんで。あ、けど、あ、綺麗かもしれない。全然撮れるよ。ちょっと待って、水持ってくるから。大丈夫？大丈夫。おー、りみちゃん、いいね。あ、すごい、これめっちゃ写真撮りたい。写真、はい、撮る。見て見て、間に合う？綺麗だね。うん、紫、いいじゃん。ほんとだ、すごいね。煙がすごい。私も落ちたんだけど。終わっちゃったね。終わるなあっという間だね。リミちゃんまだ続いてる。終わっちゃった。お、長い。このやっぱでかいって言ってたやつは長いね、リミ。
終わっちゃった。はい、じゃあバケツに入れて。はい。いいね、楽しいわ。はい、じゃあもうね、9時過ぎたので、そろそろ寝ますよ。はい。しほちゃんは日課のマッサージですね。はい。ちゃんとこういう時までしっかりするんだね。持ってきました、ボディクリーム。本当だ。すごいですね。りみちゃんはもうスマホタイムでございます。どうでしたか？今日は楽しかったですか？今日めっちゃ楽しかったです。よかったね。晴れてよかったね。ね。今日はね。晴れてさ、まあ、晴れててもすごい寒かったらプールも入れなかったしさ。うん、よかったね。よかったね。明日はね、11時までにここ出なきゃいけないから。めっちゃ音楽かかってた。ごめんね。大丈夫。では、おやすみなさーい。おやすみなさい。バイバイ。おはようございます。朝からプリンですか？そうです。いいですね。いいでしょう、うん、さっきセブンに行って買ってきました。ほんとパパとしーちゃんはね、朝早いんですよね。なんか起きちゃって眠れなくて。いただきます。おいしいですか？いける。すぐ燃えない。リミ起きるよ。逆光。いただきます。朝ごはんです。朝ごはんです。卵とご飯と肉、昨日の残りのお肉です。じゃあお家でやろうか。うん、いただきます。はい、あって。さあ、いただきます。今回もね、お肉成功したし、卵もね、きれいにできました。味ないから塩コショウしなきゃ。リミ、塩コショウかける？それとも焼肉のタレでもいい？うん。リミちゃんがマシュマロを焼いてます。大喜利、人任せ。ん？私はお肉を食べてた。しほちゃんはお肉をバクバクと食べてる。私のも焼いてくれてます。優しい。甘そう。なんかできなそう。できなそうだね。焼きが甘いのかな。ちょっと焼く。って言われた。トウモロコシの皮、うんうん、ツンツンしてたらついちゃった。あ、え、失敗した、うん、失敗した。でもちょっとできたね。ちょっとだけね、うん、ご飯そっちのけでマシュマロタイム。マシュマロ好きね。
この音楽は？ゆるキャンの。ゆるキャンの。もう終わっちゃいましたね。あとは帰るだけでございます。そうですね。はい、楽しかったですか？楽しかったです。ゆるちゃんは？楽しかったですか？うん。汗かいてる。